ございます。マニラ最終日です。というわけで今ちょっと車でマニラの、セントラル駅っていうところに向かってるんですけれども、昨日ねポーカーでちょっと仲良くなった友達と今日はマニラ市内を観光しようっていうことで、初めてねポーカー以外のことをするんですけれども、ちょっとね最終日なんで、マニラの美味しいものとか、観光地巡っていきたいなっていう風に思ってます。最終日にして初観光っていうね謎の事態が起きてるんですけど、今日はねなんかねいろいろね他以外でも楽しめたらいいなって思ってます。今日はバレンタインデーなんで、すごい押し売りでお花を売ってる人たちがめちゃめちゃいます。すごいですね。みんなお花持ってます。でこういう風に車の中に売りに来るんですよね。はい、というわけで天狗くんと東大のレオくんに合流しました。ここからねマニラ市内観光していきたいと思います。レッツゴー。やばい、死ぬほど暑くない？今は過ごしやすい時期らしい。いやそうそうそう、2月ってそんなに悪くない時期なんだけど、いやそれでも嘘みたいに暑いよ。ここからどこに行くんですか？城壁に囲まれた町に行く。そう。マニラ大聖堂に来ました。ここは多分一番マニラで一番有名な観光地らしいです。まあ一言で言うと多分ただの教会です。中めっちゃ綺麗です。ステンドグラスめっちゃ綺麗。Many, many cup fighting. Yeah, roast. Roast. Chicken fighting. Also, big one. Yeah, it's a little bit.でも楽しい。パカパカ、お馬さんがほら見て。天狗アップ。ちょっと涼しい。何言ってか分かんないけど。マニラ大聖堂が1581年に建てられたそうです。知識をそのまま皆さんにお伝えしました。メモリアルオブマニラ、メモリアル。メモリアルオブマニラ、多分銅像みたいな感じですね。はい。おかしいの、これは大学これは。あ、どれ？いや、サンタイサベル大学これは。ライサイ。いや、ライサイ。これ何？これ何？これは一番ポイント高いだって、これはサンアクスティ。一番。一番古い教会。ああ。どれ？これは一番のサンアグスティン教会。これは。あ、これ？これ。ああ、なんて名前ですか？何の子です。これは一番これは。What is name？サンアグスティン教会これは。サンパが？サンアグスティン。サンアグスティン。教会。なんか多分これ歴代の大統領かな、プレゼデンシーズって書いてるんで、多分歴代の大統領の顔ですね。城壁に来ました。めっちゃ広い。でもなんか思ったのとちょっと違ったんだもんね。はい。あ、戻ってきた。
めっちゃ涼しい、風が気持ちいい。サンサイ。サンサイ。サンサイ。ということで、ランチはなんかおしゃれそうなね、カフェを馬車の人に教えてもらったんで、パンケーキとシェイク頼んだんでいただきたいと思います。めっちゃシェイク甘っ。これやばい、飲めないやつ。いただきます。肉入ってるのに蜂蜜みたいなのかかってるけど、うん、うまい。合う合う合う。卵とハムめっちゃ美味しい。あ、うまい。うん、観光を楽しんだ後はホテルのビーチに行きました。今からちょっと泳いでいきたいと思います。あの、彼らは水着がないそうなのでパーエチで泳ぐそうです。イエーイ、楽しい。めっちゃ楽しい。楽しい。めっちゃ バーここにあって、ちょっとここに行きたいと行きたいんですけど、 iPhone が水没するけど。最高。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。どう？錆びてる。よくね。めちゃくちゃ気持ちいい。気持ちいいね。もうなんかこの子たちがめっちゃ激安ホテルのホステルのなんかもう一人三人セットみたいな。そうそうそう。とこに住んでるから。ホステルの。もう天国らしい。最高。最高しか出てこないもの。バリエーションがない。バリエーションがない。やばーと最高。めっちゃ青春じゃん。恋話する。恋話する。どうぞどうぞ。タイプの女の子。笑顔が素敵な。おお、当てはまってる、当てはまってる。ででで。で、YouTuber で。もともと、省庁で働いてた人で。あー、なるほどね。ポーカー？あ、ポーカーやってる人。ポーカーやってて、25歳ぐらいで。プロフィール並べた。いや、もう、なんか、休日感が半端ないよね。あー、動けなくなる。これからでもポーカーの大会あるんでしょ。いつか迷うレベルね、これ。動けないね。めっちゃ綺麗。やばい。マニラの夜は最高。ディナーめっちゃ豪華です。もう野外ビュッフェみたいな感じで超綺麗。夜景もめっちゃ綺麗。綺麗だな。はい、というわけでマニラ6日目はですね、最後の夜ということで肉を食べたいと思います。めっちゃ美味しそうな肉なんでね、早速食べていきたいと思います。美味しそう。いただきます。あったい。はい、というわけでマニラ6日目が終了しました。いやー、ほんといろんな出会いがあるマニラでした。まあ、ポーカーはめっちゃ大敗を喫したんですけれども、これを機にたくさん練習したいと思います。マニラ今日はたくさん観光とかバブールも入って楽しかったです。明日はね、ちょっとねマッサージして飛行機で帰りたいと思います。お疲れ様でした。めっちゃ音楽がいい感じのエンディングなんですけど。バイバーイ。